こんばんは。すいません、めっちゃドスッピンでごめんなさいませ。めっちゃ七並べ。みんな頑張ってる。ね。こんばんは。めっちゃメンバーと当たる今日。めっちゃ当たらん？私だけ？めっちゃメンバーと当たる今日。てか七並べのさ、プロフィールが変わってさ、めっちゃ色味が濃くなった。フェンシングがあと1点できん。マジ？今日見てない。あ、リガミョン、猫ハートありがとう。金取った。おー、めでたい。間に合わず。分からん。録画かい。でもね、七並べじゃなくてフェンシングで1位取った人は香川の人でしょ。すごいよね。お疲れんこん。すごいよね。今ね、今5位。白熱しすぎなんだが。頑張ろう。ちょっと五十嵐先生に絶対書いてもらいたいから頑張るわ。先月のお化粧リップだけかな。そうです、先月のランキングも読むけど、今日はちょっと時間なんで、明日もでも微妙だな。次広島帰ってきたら七並べの今月のランキング読みます。今月？7月のランキング読みます。来週読むね。そう、何時からしますって言える時に、ちゃんとちょっと明日も微妙いんで、何時からショールームしますとか言えないんで、帰宅時間が分からなくて、よろしくお願いします。いや、今月すごいね、メンバーとめっちゃ当たるよ、多分いつどの時間でも。すごい。私は頑張るわよ。明日がアイドルコンテンツエキスポで、次の日が横浜です。ライブコンサート、ライブぜひぜひっていうか、もうチケット売ってないんだけど、来る人は楽しみましょう。めっちゃ楽しみ。多分7人でやれる瀬戸内 PR 舞台は最後やけん。楽しみます。
明日はだから7時台だったかな、遅かった鳥。髪型どうしようかな、噴水にすっか瀬戸内ピアノ舞台の時は強気に噴水ポニーができます。なんかめっちゃさ顔のツヤすごくない？乳液乳液の塗りたてだからかな。ね、ツルツル。そう、明日スタバ行かないと。東京のフラペチーノ飲みたいから。ナッカーベア、ありがとう。でも今日もチケット消費のためにレッスンの後ユミリンとスタバ行ったんですよ。でスタバ行って何かアフォガードフラペチーノ、何かフラペチーノって大体こう上にホイップついてて、このさ何て言うの、このカップの上にドーム型の蓋がついてるじゃないですか大体。でホイップがかかっててちょっとまあスイーツみたいな感じじゃないですか。だけどアフォガードフラペチーノは私初めて頼んだんですけど、コーヒーなんですよ普通に。でホイップが乗ってなくてっていうフラペチーノだから甘ったるくないフラペチーノで、でもなぜかちょっと値段は高いんですけど、でも今日チケットがあったからそれで買ってみて、そしたらめっちゃ美味しくて、なんかフラペチーノって全部甘いから最後まででも食べれないっていうか、もたつい お腹がもたついちゃって、なんかなんだろうな、胃もたれするというか、なんか食べづらいじゃないですか最後まで。だけどアフォガードフラペチーノはめちゃくちゃ絶妙、苦くないんだけど甘くもなく苦でも若干大人のほろ苦さも感じるみたいな感じで、なんだろうな、フラペチーノ飲みたいけどちょっと 甘ったるいの嫌だなって人におすすめ。めっちゃ美味しかった、これからハマりそう。知らなかった、後味すっきり。良きでした見て、しかも今日ジェラピケなんて来ちゃってマジで。しかもこれはショールームのためにジェラピケ来たんじゃなくて素でこれ着てますから、今素でジェラピケお風呂上がりに着てるんだよ。感動してもらっていいそんな生き物が世の中にいるんだって。そんなの少女漫画の世界だけだと思ってたでしょ。素でジェラピケお風呂上がりに来ました。もう天然記念物です。天然記念物すっぴん少女よあー感じです。感動の涙テンション上がってきてるねって。それの正面もつけてもちょっと絶望的な顔してたら嫌でしょ。極力上げるようにしますけど、今はなんでこんなに楽しいかっていうと明日のライブが楽しみだからです。嬉しい、アイドルフェス、さあどんなアイドルさんに会えるだろうかっていう楽しみにもあるし、もうなんだろうな、
セットランニングやっと揃ってアイドルフェスに出れるっていう楽しみもあるし、ファンの人をいっぱい見つけようっていう楽しみもあるし、もういい土日になりそうで、ウキ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 あかりんです。来れない人もね、写真メールで送ったりツイッター載せたりするから、それを楽しみに待っててください。明日のね、衣装はね、なんだろうな、ちょっとわかんないですね。わかんないけど。FF だといいな。 FF ってなんだ。あ、フラワーフェスティバルの衣装、あれ FF って呼んでんのみんな。 FF って言おう。 FF ですかね。 FF っぽいけどね、最近ずっと FF だし。ピックスミックスがお目当ての一つです。あー、キングレコードさんだから一緒だ。会ったことあるよ、ピックスミックス。ピックスミックスですってやってくれた。ファイナルファンタジー FF フラワーフェスティバル、今日マイキューにさ、ついに矯正器具、まだワイヤー通してないけど矯正つけたよって言ったら、どうですかって言われて、でも別にまだ下やってないから完全体ではないけど、とりあえず慣れないね、食べるとき違和感しかないって言ったら、あかりんさん、そのうちそれがないと逆に違和感がある体になってしまいますよって言われて、なんかおもろかった。そうなの、ちょっと楽しみそれはってなったんだけど、その矯正を取った時に、え、ない、なんでってなるらしい。そうなのかな。そう、経験者が語ってくれた。だからその状態になるのが楽しみですね。わかるんだ。そうなんだ。いや、だから人間って何でも順応していくんですよね。適応能力があるんですよね、きっと。そう、住めば都的な。そうだね、人間すごいよ。今日めっちゃ素敵な表情です。ありがとう。あんま見えてないけど、自分の顔、自分でコメントはこうやって必死に見てるけど、自分の顔あんま見えてない。コンタクト入れてないから、どんな顔してるのか分かってない。怖い。あ、しかもさ、なんか七並べさ、あのさ、お知らせ、あれ？あれ、気のせいか。
かイベントがあった、ちょっとわかんないや、何言おうとしたんだろう。なんかお知らせに新しいお知らせがあったような気がしたんだけどな。まあいいや、オフラインサイン会、それ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 、オフラインサイン会、それそれそれあったよね。どこに書いてるそれ。どこに書いてんだ。どこに書いてる。お知らせにないんだけど。お風呂いいんじゃない。お風呂、お風呂いいんだよ。お風呂に入ってサイン会はびしょびしょになっちゃうじゃん。ツイッターに書いてる。ツイッター。ST ホテル七並べ、これか。ん？書いてないよ、どこにも。七並べの公式に。あ、表示消えたの？え、そうなんだ。だよね、私お昼ぐらいに一回さ、オフラインサイン会のお知らせ見てさ、なくなっちゃったんだ。なんでだろう。ちょっと、誤字脱字があったのかもしれない。でもなんか今日出てた情報によると、なんかこの五十嵐由美子先生の、やつで入ったらなんかサイン会がある。オフラインだから、オフラインってことはオンラインじゃない、リアルお話会みたいな感じ、リアルサイン会があるって今日書いてたんだけど、どうなんだ。あれかな、緊急事態宣言がさ拡大しちゃったからさ、ちょっと検討に入ったのかもしれないね。オンラインになる可能性もあるけど、まあまあ、でもあるだろうね、サイン会が。あ、サイン会自体は多分あると思うんで。で、この絵が欲しいじゃん、みんなも。だから、いや、私オンラインで全然いいと思う。なんでかっていうと、多分、この絵が欲しい人が いっぱいいるだろうから、五十嵐由美子先生の絵が欲しい人が。だから、オンラインの方がさ、買えるじゃん、いろんな人が。だから、まあ、両方やるのが一番いいけど、全然オンラインでもオフラインでもどっちでもいいんですけど、とりあえずやってほしいな。みんなにこう渡せる、サイン書いて渡せるイベントやりたいですね。でもちょっとこれお知らせ消えてるところは多分あれですけど、検討に入ってんでしょうけどね。ヤンヤンスケボーのちっちゃい版、あのフリートの手術、ガチャガチャ。お風呂インに聞こえる？オフライン、オフライン、オフロイン、オフロイン、いや、オフロイン、オフラインって言ってるし。福ちゃんの似顔絵に福ちゃんがサインしてくれるってこと？そうだけど、ちょっと今公式から消えちゃってるので何とも言えませんので、まあちょっとそれは一回忘れてください。そういうのもあるかもなーみたいな感じで覚えててください。私もちょっと今なくなってると思ってなくて言っちゃったから、あれこれ言っちゃいけないやつって焦ったけど、まあ多分言ってもいいと思うんだけど、多分今緊急事態とかの影響で変わっちゃうのかな、わかりません。てか今日さ、めっちゃガチャ引いたんだけど全然自分のシークレット出ない。このガチャ券がめっちゃ溜まってるんだけど、ガチャ券をどう使えばいいのかちょっとわかんない。こんばんは。シークレット出た。いいな。
あ、1枚ずつしか引けないんだガチャ券やっぱ。これ帽子ついてるのかな。あ、帽子ついてる。今回のカードこんなんだよね、レインコートで。あのレインコートの自分がさ、ポップ、柄がポップすぎて、ででかいじゃん私。だからさ、なんか大人が子供の格好してるみたいですごいさ変な感じしてさ、撮影の時いつもずっとモヤモヤしながら撮影してたんだけど、大丈夫かなあれ、あんなパステルポップなやつ似合わなすぎてやばいんだけど大丈夫あれ。なんか無理してる感が半端なかったんですけど、可愛かった、優しいみんな。なんかよりはまだいいんですけど、全身の時になんだこりゃってストーンってなっててめっちゃおもろかった。ちょっと受けました、我ながら。可愛かった、問題なし、優しい、甘やかされてる、甘やかしてくれる人大好き。ありがとうございます。あ、レインコートなんて普段着ることないもんね、チャリ乗る人ぐらいかな。あ、うどん食べたくなってきた、終わったらうどん食べよう、あと10分で今日が終わる。餃子食べてないよ、餃子食べてない。あ、ねえねえ、今日さ朝さツイッターに書いたんだけど、このツイッターの固定ツイートにしてるんだけど、めっちゃこの画像作るの頑張ったから焦った。今下のこの、そのマネージャーさんの名前出てるからあれなんですけど、これが見えてなんかメールアドレスとか見えたかと思ったけど、エアドロップのピコピコが見えただけだった、焦った今。このこれなんか来月24時間配信するんですけど、その時にラジオのお便りコーナーしようと思ってて、でま、最近のラジオはメールとかじゃないですか、とかツイッターのハッシュタグでつぶやいてそれをお便り風に読んでくれるじゃないですか。だけどちょっとあえて古風な感じでガセの手紙のお便りで、だからハガキ職人、ハガキ職人になってほしくて、みんなにハガキ職人になってほしくて、ガチでこの STU のリンク貼ったんで、ツイッターにこのファンレターボックスのところに手紙かハガキでお悩み相談か福ちゃんの質問または両方書いてください。でペンネーム、ラジオネームと20代女性みたいな、30代男性みたいな感じでを書いてください。読まれたくない人は読まないでくださいって書いといてください、年齢とか。書きたくない人は書かなくてもいい。そうで、個人情報とかは検閲で消されちゃうんで、だからあんまり個人情報のそのが入ってるのはあれかもしれないけど、まあ基本的に多分何でも大丈夫なんで、ぜひ手紙出してください。何通出してもいいよ、結構これはちょっと視聴者参加型の案件で、匿名希望でもいいです。だけど手紙書くときに名前は書いとかなきゃいけないけど、私がショールームで読むときは匿名希望3で読めるんで、そうでいうのをツイッターの固定ツイートに書いてるので、よかったらお願いします。いつまでだろうね、でも8月中旬ぐらいまでに送っていただければ、2週間ぐらいかな、だから今から、うん、検閲の時間と受け取る時間があるから、まあ2週間以内ぐらいでお願いします。だからこの土日で書いてよ。ほんで月曜日仕事行く時にポストに入れて、
はがき職人の皆さんお待ちしてます。何時ぐらいにやるかとかちょっとまだ分かんないんですけど、普通にオールナイトニッポンに送る感じで送ってくれたら大丈夫です。締め切りはじゃあ2週間だから、締め切りは高松のツアーの日にしよう。8月15日にします。締め切りは、はがきは去年人生分書き切った、私もそれな。でもなるべく早く出しといて、その方が確実やけん、手書きじゃなくてもワープロでもいいです。全然深夜にはやらないのかな、わかんない、明け方にするかも。深夜は多分大人メンバー呼ぶんで、その女子会にしようと思ってるから、深夜っていうか明け方かもしれないですね。年賀状の恋でいいよ、何でも何でもいい。中身は深夜モードでいいよいいよ、全然いいよ大丈夫、多分あの意識朦朧としてて ずっと深夜モードだと思うから。ワープロって言い方古い、嘘、なんていうの、ワードタイピング、わかんない、何でもいいけど読めれば大丈夫です。ぜひ送ってください、待ってます。っていうお知らせでした。めっちゃ画像作るのに、これこの画像、私ほんとさ、こういうの慣れてないから画像作るのにこの30分以上かかっちゃってそうそう大変でした。でも可愛くできたから満足してる。ランキング見ます。カリメロ、配信ありがとう、週末楽しんできてね、レインコードの写真好きだよ、可愛い、本当ありがとう。ずっと私帽子かぶってるな。これお金持ち先生、福ちゃんに相談のハガキを出すかどうか相談しようかなそれネタに走ろうすぎて一瞬回っちゃった人じゃん。おてもちゃん、髪も肌もツヤツヤの風呂上がり歯医者ありがとうございました。すっぴん系で可愛いですよ、優しい優しい、ありがとう、甘やかしてくれて。ヤシガキ、そばかす花ぺちゃのキャンディー福ちゃんが見れる一並び番がいます。え、本当に私花ぺちゃだし、おしゃべり大好きだし、今そばかすではないけどぴったりだと思うんだ楽しみ、頑張ります。私も徳尾ありがとう、アーツありがとう、福ちゃんすありがとう、ウータパーカー服で可愛すぎんか、え、マジ嬉しい。青にゃし、 PR ライブファイト、いい機会なので質問出します。ではお、ぜひぜひこの機会に聞いちゃってください。福ちゃんは何々なんですか的な。芋太郎、久しぶりです、いつかお会いする日が、いつかお会いする日がって数年言ってない、大丈夫。青ブーちゃん、福ちゃんはフェンシング見てないけど香川の選手がいるみたいなので、福ちゃんは勝利の女神継続です。無理やり紫外線に巻き替えてね、おやすみ。いや紫外線に負けそうだけど頑張る、今日ちょっと焼けましたねって言われちゃって、ちょっとそうやばってなったから頑張ります。ナッカーありがとう、リガミは分かりよし、シュキシュキシュキ、福ちゃんが一番シュキ、レインコード大シュキいいねいいね、手記節を使えてますね、ちゃんと。はい、というわけで私が福田はって瀬戸内って言ってください。鬼は外、福田は明日内、サウナの飯はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。1週間お疲れんこよく耐え抜きましたね、お疲れんこ、休みみんずみです。明日はアイドルフェスがあるので土日全力で頑張ってきますメールも送りますのでよかったら受信してください。うわもう月末じゃん、明日で7月終わりだ、七並べ頑張りましょう。明日も配信します、また明日、いつもありがとう。 DJ 福ちゃんのお便りも待ってます深夜テンションで、深夜テンションで書いた重たいお手紙とかすっごく読みたい。ダメな、あの皆さんファンレターのコツとして深夜に書いて朝読み直さずに送ってください。朝読み直したらそれぐしゃって丸めて捨てちゃうから、きっと深夜にもう重たい気持ちで書いてそのまま朝出す。深夜に書いたやつ朝読み返しちゃダメ。
そのままの気持ちを教えてください私に。楽しみにしております。深夜テンションの手紙待ってます。気軽にね、気軽によろしくお願いします。それではまた明日、バイバイ。いつもありがとう。おやすみみんぜみ。にゃん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 。バイバーイ。